トーファーキートーファーキーとは、豆腐と七面鳥のカバン語で、七面鳥の丸焼きに見た、目と味を似せて加工した豆腐のことである。七面鳥の丸焼きは感謝祭の生産の主催であり、トーファーキーはベジタリアン向けの代用品として知られるようになった。商標との関係で、自家製を含めた食品名としては、上記の通り、トファーキーと綴る。このうち自家製のものは、 ベジーターキーやモックターキーと呼ばれることもある。有名な食品メーカーであるアメリカ合衆国オーレゴン州フットリバー市に本社を置くタートルアイランドフーズ社の商品を特に指す場合は登録商標のトファーキーと表記される。同社から発売されている製品は豆腐と布からできており、みっしりした長大円形のパンのような形状をしており、付属品としてパン、 または米をベースにしたスタッフィングがついてくる。トーファーキーは鶏の丸焼きのように2、3時間オーブンで焼く必要があり、焼いている間に商品のパッケージについているレシピを見て作ったタレ、またはグレービーソースを時々ハケで塗って味付けすべきだとされている。アメリカでは七面鶏の丸焼きは感謝祭の日やクリスマスのための特別な料理であり。 それ以外の時期に丸焼きを食べることは少ない。この習慣に合わせて、同社も感謝祭のシーズンが終わると、鶏の丸焼きタイプではなく、サンドイッチ用にスライスした、トーファーキーや、トーファーキーのソーセージを販売している。トーファーキーは1994年に登場して、以来、2019年の時点においては、感謝祭の時期に40万個が売られている。ターキーもミニマル化。 米社会を変えつつある、ミレニアル世代。フォーブスジャパン、2020年12月26日、閲覧。アングル、感謝祭に、斜めん取り戻きを、ベジタリアンの切なる夢。ロイター、https、jp、ロイター .com <J P>、アーティクル、ターキーサンクスギビングイジプブン 1Y10DF、2020年12月26日、閲覧。ありがとうございます。